アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは。すみれおじさんです。今初の DVD 撮影ということで、台湾の九份に来ております。私の大好きな動物であるキツネさんをテーマに撮影しまして、そして私がその花ロリとかそういうのが好きなんですけど、そういう要素を取り入れて撮影しました。そして一度来てみたかった台湾に来させていただきました。コスプレと違って決めすぎないようにとか、ナチュラルにみたいな、すごい難しかったです。すごい難しかった。この度はこのインタビュー動画を見ていただきありがとうございます。今回初めてのグラビア DVD 撮影ということもあり、すごい不安なところはたくさんあって、皆さんにきちんとお見せできるものができてるかちょっと心配なんですけども、できることはやりきったので、よかったら見て感想をいただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。一番印象に残ったことは、今回自分で尻尾と耳を持ってきたんですけども、それを採用していただけたことと、あと傘があるんですけども、その傘すごい可愛い傘で、その傘をその花ロリと合わせていただいたりとかして、すごいそれがすごい嬉しかったのでよかったら見てください。家に帰って一番最初にすることは、まずシャワーを浴びます結構こまめにシャワーを浴びるので、まず家に帰ったらすぐにシャワーを浴びます。つい言ってしまう口癖は、そうですねハムスターは今を生きているとか、あとその困ったら私あとか、あ困ったらというか、もう普段の喋りからあとか、もう今もあってなっちゃってるこんな感じ、あですかね、あとか、あとそのとか、とかすごいなんかそういうのが多いですねそうですね、キツネ村とか行ってみたいですね。ずっと行ってみたい場所だな、場所で、はい、キツネさんとお写真とか撮れたらすごい嬉しいな。あとは銀山温泉というところがすごい、なんか写真とかで見てすごい綺麗だったので、雪が降る季節とかに行って、雪が降ってるとかで撮影することなんですけど、雪撮とかできたらいいなと思っております。でもなんかすごい人気の場所なのですごいなんかお値段がちょっと頭を抱えてしまったので、ちょっとそうですね、ちょっと頑張っていきたいですねそうですね、休みの日とかは私動物がすごい好きなので、動物の動画とか見てすごい癒されたりとか、癒されて、そしてそれをお母さんに報告して、お母さんと一緒に見てます動物の動画これ見てとか言ってコスプレを始めたきっかけは、そうですね、幼い頃からなんかそういうなんかあるじゃないですか、ちっちゃい子向けのなんかそういうキャラアニメのキャラクターとかのコスチュームが、そういうのとかすごく着たりとか、あとそういうアニメのキャラクターのコスチューム見て、あれ着
してみたいとか言ってお母さんに言ったらお母さんがすごい作ってくれたりしたので、そういうのを着て楽しんだりとか、ですね、そのままずっと大きくなっても自分でなんかそういうなんだろうコスプレ的なものをコスプレとか着たりするのはすごい好きだったので、お家でこっそりと着て楽しんでて、でもその当時はなんか SNS とかなんか Twitter とかそういうものがなかった、私の世界からはなかったので一人で着て特に誰に見せるわけでもなくこっそり着て楽しむっていう感じで楽しんでました。アイドル日本をご覧の皆様、この度は私に興味を持って私に興味を持っていただきありがとうございます。そうですね、なんかいろいろ精一杯頑張ったので見て感想をいただけると嬉しいです。そしてこれからも精進いたします。よろしくお願いします。この度は本当にありがとうございました。すみれおじさんでした。またね。